こんにちは。さて、皆さんの身近に存在しながら、その扱いには様々な専門知識が必要なもの、そう、不動産です。この番組では、日頃皆さんが感じる不動産に関する疑問に分かりやすくお答えしていきます。コメンテーターは不動産コンサルタント会社株式会社 CF ネッツ代表の倉橋さんと、 CF ネッツ副社長の木内さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回も CF ネッツ鎌倉本店からお送りしていきます。この番組は豊かな未来のコンサルティング CF ネッツの提供でお送りします。今回も皆さんからたくさんの質問が寄せられています。その中から今回はこちらのご質問です。横浜市戸塚区にお住まいのペンネームレナさんからの質問です。4人家族の主婦です。最近本屋に行くと、主婦でも不動産投資ができたという本をよく見かけます。すごく興味があるのですが、主婦でも不動産投資はできるのでしょうか。老後というより生活を豊かにするために不労所得を今欲しいです。アドバイスをお願いします、というご質問のほか、横浜市西区の鈴木隆さんからは、競売物件などはいかがですかとのご質問もいただいています。倉橋さん、いかがでしょうか。はい、結構さ、その不動産投資っていうとね、その一棟ものアパートとかマンションとかさ、はい、ドーンと買ってみたいな、ね、イメージ持ってる人いるけども、今首都圏なんかさ、ワンルームマンションでもまだね1000万切る物件っていっぱいあるわけね、はい、まあ、問題はさ、買う手法っていうね、はい、ところで、迷ってる人もいるかもしれないし、また逆にね、今住むキャッシュフローが欲しいっていうことになると、またちょっと作戦が違ってきたりするわけ、はい、だから、まあ、ある意味ではね、その辺のテクニカルなところ、当然うちのお客さんでも4,50 人いるだろう、女性で、うん、そうですね、いらっしゃいますね。そんなにいらっしゃるんですね、うんうん、だから、まあ、1000人ちょっとに対して、まあ、4,50 人だから、うん、まあ、5% くらいかな、うん、でも実際にね、セミナーなんかだともっと女性の人たち来てるから、はい、まあ、少し勉強すればね、大したことないんですよ、うん、それでちょっとね、木内の方から、ね、はい、説明させます、はい、お願いします。そうですね、少ない自己資金でスタート切れるっていう部分と、まあ、買ってからの手間もかからないっていう部分でですね、区分所有のそういった東京都内のワンルーム、女性の方でも多くお買い求めいただいてるんですけれども、はい、まあ、大体800万から1000万ぐらいの物件であれば、9割ローンで自己資金1割、あとは諸費用の部分で1割、トータル2割分の自己資金ということで、まあ、大体頭金160万から200万ぐらいで、はい、スタートできるっていうところでですね、もう本当に人気な、まあ、一つのジャンルになってるんですけれども、はい、専業主婦の方で一つ問題あるとすると、ローンがまず組めるかどうかというところですね。で、実際に年金暮らしのおばあちゃんにもですね、以前ローン組んで買っていただいたこともあったんですけれども、実際には銀行の方のローンを組むにあたって、まあ、ご主人の協力だったりですね、はい、親御さんの協力なんかがあって、保証人になっていただく、もしくは、共同担保、ご自宅とかをですね、共同担保っていう形で抵当に入れてもらうっていうような、はい、協力を得られれば、十分ローンも可能だと思います。そうなんですね、はい、じゃあ主婦の方でもそういったローンが組めれば不動産投資もできるということですね。そうですね、もしくは万が一ローンがそういった協力なかなか難しくてローンが組めないよという形であれば、はい、当社の方でもですね、CF1 っていう小規模私募債形式のですね、はい、投資の、ジャンルがありまして、はい、そこはね、投資じゃなくてね、社債形式、ね、はい、社債形式、少人数私募債っていうね、はい、もので、CF1 っていう会社が発行する債券を買ってもらって、でそれに基づいてその金利を、ね、受け取る仕組みがあるわけ。ただこれはね、少人数私募債っていう形なんで49名しかね募集できないんですよ。そうなんですね、だから常に募集してるんじゃなくて、はい、まあ、もしまあ、ご興味ある方は一回問い合わせしていただいて、仕組みが分かった上でね、
次の募集の時に参画すれば、まあ、大体6年くらいかなの形で、まあ、4% 程度の金利をいただける。お金に困らない人生設計、不動産投資成功の方程式、その他多くの著書。 CF ネッツの不動産コンサルタントは国際ライセンス CPM 取得者のほか、多くの資格と実績を積んだ経験豊富なスペシャリストです。人生を成功に結びつけるには不動産の戦略的活用が必要です。幅広い分野の専門家が皆様のニーズにお答えいたします。手数料は不動産会社と一緒です。不動産のことなら何でも CF ネッツにお任せください。競売の話があったけども、はい、その競売っていうのはね、まず一つはローンがつかないっていうことね、はい、あともう一つは貸し担保、いわゆる買ったものに対してその見えないね、貸しがあった場合は、はい、その競売の場合はですね、受けられないんですよ。だから意外に今競売物件で個人の方が買うけれども、はい、トラブル結構あるから、それわざわざ巻き込まれても仕方ないんで、まあこの鈴木さんのね、競売っていうのもまあいろいろな形で今コマーシャルやってるけども、はい、まあ、そこはね、できれば、まあ、せっかくいっぱい物件出てるんだから、まして競売物件もね、どんどん高くなっちゃってるんで、はい、あんまりそのメリットないような気がするんだよね、うん、僕はね、うん、競売物件でリスクを背負う必要はないんじゃないか、うん、というご見解ということですよね。そう思うよね。そうですね、まあ、中には安いつもりで競売物件に一般の方が手を出して、はい、実は値段が上がっていくうちに市場価格より高く買ってしまったっていうケースも意外と最近は多いって聞きますので、うん、だんだん上がっていくと分からなくなってしまうということですかね、はい、ここが知りたい不動産では、不動産に関する質問をお寄せくださった方の中から抽選で10名様に倉橋さんの著書をプレゼントしています。倉橋さん、今回はどちらの著書でしょうか？はい、今回はね、この木内君と、まあ、僕で書いた本なんですけども、はい、漫画でわかる初めての不動産投資、はい、まあ、非常に参考になる基礎的な、ね、はい、知識がこれで学べると思いますので、まあ、ぜひ参考にしてもらえばいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます、はい。CF ネッツでは倉橋さんをはじめ不動産コンサルタントによる個別相談を行っています。不動産に関すること、住宅から資産活用、相続対策まで幅広く対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。次回も皆様の質問にお答えしていきます。それではまたお会いしましょう。この番組は豊かな未来のコンサルティング CF ネッツの提供でお送りしました。ここが知りたい不動産は FM 横浜 TVK とも連動しています。合わせてご覧ください。空室対策満室経営。賃貸住宅経営は様々なトラブルを抱えています。だからこそ CF ネッツコールセンターでございます。すべてをワンストップで解決できる不動産コンサルタント会社 CF ネッツにお任せください。賃貸契約手続きからリフォーム工事、その他トラブルなど全てをワンストップで解決いたします。空室対策、満室経営に関するご相談は CF ネッツまでお気軽にお問い合わせください。